そういう意味では中国もちょっとはこう譲歩して日本と経済的には仲良くしましょうと。そうですね、政治的な問題は、まあ、あえて何も触れずに、例えば去年の尖閣諸島の問題なんかには全く触れずに、とりあえず経済の分野で協力を進めようという話し合いがあったようです。はあ、じゃあその中国をね、国債を買うなんていうことで言うと、はい、中国の経済がしっかりしてる、まあ、景気がいいからなんでしょうけども、実際どうなんですか？はい。私、昨日、おとといから北京に来ておるんですが、昨日なんかまさにクリスマスでしたよね。で、はい、ということもあって、私、ちょっと空いた時間に北京で繁華街、一番の繁華街と言われるワンフーチンというところにちょっと行ってみたんです。北京のクリスマスどうなんですか？もうね、まず北京っていうのは、基本的にこう、すべてがでかいんですよ。道も建物も全部こう、ものすごくスケールがでかくて、で、そのワンフーチンというところも、まあ、大阪でいうと御堂筋ぐらいの幅の目抜き通りみたいなのがありまして、もうそこが歩行者天国になってるんですね。もう車が通らない人だけのところになってるんですが、もうそこがね、ものすごい人で、地面が見えないんですよ。地面見えないって。はい。あ、そう？もうそういう何万人という人がその繁華街に押し寄せてる状態で、すごく熱気がありました。へぇー。で、道端にはやっぱりクリスマスツリーの飾りが置いてあったりして、で、まあ若者がそこに集まって、こうみんな写メを撮ってると携帯で写真を撮ってるんですね。もうそんなんはもう日本と全く変わらない風景でした。あら、そうですか。はい。で、景気良さそうですか。やっぱりその、で、皆さん、物を買ってるんですね。やっぱりクリスマスのプレゼントなのか、まあ結構ブランド物の紙袋とかを下げてて、で、あと、目立ったのがワインですね。ワインの箱をこう下げてる人が多かったです。なんか今中国ワインブームらしいです。お金持ちが多いんやろね。そうですね。で、また物の値段も、実は日本とあんまり変わらんもんもあってですね。例えばその iPhone、ありますよね。iPhone4 が、はい、まあ5999元という値段で売られてて、まあ1元というのはだいたい13円ぐらいですから、まあ6、7万するわけですよ。これも日本より高いですよね。で、例えばそのコーヒーのスターバックスがあったのでちょっと入ってみたんですが、まあ一番普通のホットコーヒーのショートサイズが、まあ26元ということで、うん、まあこれ多分350円ぐらいしますから、ちょっと日本より高いですよね。そんな高い。それでもかなりの人が並んでるという状態でした。中国の人のお給料って、そりゃ高くなってるだろうけど、まだまだ北京の方だってそんなに、でしょ、うん、そうですね。まあ、結論から言いますと、実はこういうところで物を買えるというのは本当にごく一部の人だけで、多くの方はまだやっぱり貧しい状態のようなんですね。そうでしょうね。つまりその格差がものすごくもう日本の何十倍という規模で広がっているという状態のようです。で、現地の方の、まあ、北京の方の平均収入は月2万円ぐらいということですから、はい。まあ、そもそも生活がやっぱり苦しい上に、毎年この物価も上がっていってると、5% ずつぐらいは上がっていってるらしいので、まあ、貧しい方はどんどん生活が苦しくなっている状態です。物価が毎年 5% ずつ上がったりしたら、ものすごいことなってますやん、それ。そうですね。それで給料が上がればいいんですけど、まあ、それは上がってる人と上がってない人で差が広がってるということなんですね。ねえ、平均収入が月収2万としてもですよ。で、iPhone が6、7万するって言ったら、平均月収の3ヶ月とか4ヶ月いるんでしょ？そうですね。だからまあ、平均月収ではないですよね。やっぱり買ってる方というのは。そういうことですね。はい。で、また中国はその、やっぱりね、その共産党が、まあ、ある種独裁的に支配をしているところですから、そこへのコネがあるかどうかというので、結構その人生も大きく変わってしまうような状態なんですね。で、その、日本でも今、就職氷河期と言われてますけども、はい、まあ中国でもこの大学生の就職難がすごく深刻にしてまして、大学卒業してももう時給100円ぐらいのマクドナルドのアルバイトをしてるっていう人がすごく多いらしいんです。中国ってね、平野さん、それこそ、一人っ子政策でも一人の子供に教育費をドーンとつぎ込んで、もう英才教育で世界を相手にみんなが勉強して未来が明るいみたいな、うん、なんかそんな子供の世界やと私なんか思ってました。ね、私も中国人の留学生の人たちとよく、まあ、話すことあるんですけどね、やっぱり仕事がないということで。でまあ、彼らのこう夢というのは日本の企業に就職したいって言って、まあ、その高い給料をもらって仕送りしたいと、
言ってますよね。で、まあ、まあ、いわゆる体制内矛盾っていうんですか、こう、内外格差、富のね、内外格差というのも非常にこう、現れてますよね。それと、まあ、こう、人権的なこう抑圧っていうのが、まあ、さらにこう、まあ、都市の人たちが豊かになればなるほど、要求は高くなりますからね。賃金も。だからまあ、そういう意味では、まあ、せっかくの首脳外交なんですから、もっと、こう、率直に、こう、そういう話も含めてですね、まあ、日本国民は特に気になるのは、こう、覇権主義的な、この、軍事力の増強ですよね。こういうことも、やっぱもっと、率直に懸念を表明したらどうだったんかなと思ったんですけど、表面的な。ね、海の操業の問題とか喋ってほしいこといっぱいあるんですけど、あまりなんか話し合わなかったみたいですね。ね、神崎さん。はい。その、本来、話し合うべきこといっぱいあると思うんですけどね。なんか、24時間もいなかったわけでしょ？そうですね。野田さんは。はい。お前、なんでなんですか？これは、実は野田さんはどうしても日本に戻りたかったんです、今日、昼間のうちに。ほう、なぜかというと、なんかありましたか？実は消費税なんですね、これ。はぁ？野田さんは、もう以前からですが、この今年中に、消費税の増税に向けた法案をまとめたいというのを以前から言うてまして、で、ちょっと中国に来ても言うてたんですけども。中国でも消費税言うてはりました。そうなんです、そうなんです。その話し合い、調整をするために、何としても今日帰らないといけなかったんですね。で、明日からはまたインドに行きますから。ほな、中国からインド行ったらよろしいやん。まっすぐ、日本帰らんでも。そうですよね。その方が飛行機代も節約できますから。そうや、正規運賃で帰ってこんでもええやんね。はい。その消費税の話をまとめるためには、どうしても今日まっと帰らなければならなかったんだということのようです。野田さんとしては、どうしてもっていうところがあるんだ、消費税に対してね。で、その中国では、この野田さんについてのニュースはどんなふうに伝えられました？中国にはですね、はい、まあ、大きいテレビ局が一つありまして、CCTV というんですが、はい、まあ、これは国営の国がやってるテレビ局なんですね。うん、で、その午後7時のニュースは、まあ、中国の国民が、まあ、みんな見るニュースやと言われてて、うん、まあ、日本でいうところの NHK の午後7時のニュースとか、まあ、ああいうイメージなんでしょうかね。うん、で、まあ、みんなが見るニュースというのがあるんですが、そこで、まあ、昨日の晩、野田さんが来た日ですよね。はい、まあ、当然、トップニュースになるんじゃないかと思って、僕ら、プレスルームというところで見てたんですが、はい、実はトップニュースじゃなかったんですよ。違うの？何がトップですか？じゃあ。トップニュースは、はい、中国の東北の方に黒竜江省というところがあるんですが、はい、まあ、そこで、田んぼに効率よく水を入れる事業が順調に進んでますという、よくわからんネタやったんです、ね。田んぼの水入れですか？はい、野田さん、まあ、土壌は田んぼの水入れに負けたんや。そうなんです。その次の項目が、まあ、日中首脳会談だったということで、まあ、どういうことなんやろうかということなんですが、はい、まあ、やっぱり野田さんがちょっと、まあ、バカにされてるというか、ちょっとかっく見られてるんかなという気もするんですが、まあ、現地のその特派員の方にちょっと事情を聞くと、まあ、その CCTV というのはまあ、もう本当にニュースとはいえ、内容を全部中国共産党が管理してまして、で、普段からその、今日は胡錦涛主席がこんな発言をしましたっていうのをもう映像もないのに文字だけで15分間延々流してるような、まあ、そんなニュースらしいんですね。まだそうなんですね。なので、まあ、何らかその当局の意図が働いてそうなってるというところで、まあ、今回は、まあ、北朝鮮を今、先ほどの話で中国は刺激したくない状態ですから、まあ、あまりそのトップで大々的に報じるというのを、まあ、配慮することでちょっと避けたんじゃないかというふうに特派の方は話しています。なるほど。日本と中国との関係を一番に取り上げるというのは北朝鮮を刺激してしまうんじゃないかという見方ですね。はい、それを避けたんじゃないかという見方が出ています。東京報道の神崎記者、じゃあ格安運賃で東京へ帰ってきてください。はい。